最後の機会。広間のガラス窓は閉められ、電灯は消されたまま、船は全速力でどこへか走り続けていた。一体どこへ行くのだろうか。北か、それとも南へか。この惨憺たる復讐をやってのけた艦長はどこへ急ぐのだろうか。11時ごろになってやっと電灯がつけられた。機械を見ると速度は25ノット、進路はやはり北だった。北大西洋の濃霧の中を船は当てどもなく走り続けているのだった。そうして幾日経っただろうか。ある朝、私はネットのために不意に揺り起こされた。先生、逃げましょう。え？私は驚いて起き上がって。いつだね、そりゃ。明日の晩です。今のところこの船の者は復讐をやってのけたせいか、みんなぼんやりしてますよ。逃げるのは今です。用意してください。しかし、船は今どこにいるんだね。そんなことわかりませんや。とにかく陸の見えるところです。今朝空気を入れるときに甲板に上がってみたら、東の方の30キロぐらいのところにぼんやり見えましたからね。よし、こうなったら溺れても構わん。今晩にでもやろうじゃないか。そうですな、しけるかもしらんが、ここのボートなら30キロぐらい平気ですよ。水や食料も用意しておきました。すまん。その日一日の長かったこと、この船に来てからもこんなに長く感じたのは今日が初めてだった。やっと6時になって夕食になった。少しも食べたくなかったけれど、元気をつけなければならんと思って無理に食べた。6時半になるとまたネットがこっそりやってきて、10時にはまだ月が出ませんが、その時刻になったらボートのところまで来てください。あそこでコンセル君とお待ちしていますから。そう言うと返事も聞かないでそっと行ってしまった。私は1時間ぐらいブラブラしてから服を着替えにかかった。そして書き溜めた大切なノートをポケットに詰め込み、まずタバコに火をつけた。だが時間が経つにつれてなんとなく落ち着かなくなってきた。艦長は何をしているのだろうか。私は足音を忍ばせて艦長室の扉に耳をつけてみた。中からはコツコツコツという歩き回る足音がするところを見ると、まだ寝てはいないらしい。私はまたそっと自分の部屋に帰った。そうして気を落ち着けようとしてベッドに横になって目をつぶってみた。だんだん気が落ち着いてきたと同時に、今度は半年にわたる長い間のこの海潜水艦の中で出会った種々さまざまな出来事、それは海底の狩りのこと、トレス海峡で暗礁に乗り上げたこと、取り巻いてきた島民のこと、サンゴに飾られた海底の墓のこと、スエズ地峡を貫くアラビアトンネルのこと、セイロン島の大真珠と現地の人の真珠取りのこと、地中海の潜水夫と運び出された近海のこと、それから伊豪湾の近海の山のこと、海底都市のこと、死火山の中の炭鉱のこと、氷山のこと、南極のこと、そして九死に一生を得た恐ろしい氷地獄のこと、怪物イカとの肉弾戦のこと、最後に沈みゆく軍艦の惨憺たる光景と復讐のこと、それらの尽きない思い出が一つ一つ走馬灯のように薄くつぶったまぶたの裏に繰り広げられていった。ノーチラス号は海の巨匠であり、艦長は海洋の魔人である。私はその次から次へと湧き上がってくるいろいろな思い出のために頭が割れそうに痛くなってきた。9時半、まだ30分あったと、その時かすかにピアノの音がしてきたのに気がついた。そのすすり泣くような哀れにも物悲しい曲に私はいつしか耳を傾けていた。それは艦長が弾いているらしいと同時に、次の瞬間ぎょっとして飛び起きてしまったのだ。ピアノを弾いているからには艦長は広間にいるに違いない。
とすると、私がネットやコンセルの待っているところに行くには、どうしてもその広間を通り抜けなければならないのだ。もしその時艦長が私に話しかけたら、その時私の顔色を見破られてしまったならば、もはや万事休すである。私たちは一体どんな目に遭うか。だが約束の10時までにはもう数分の余裕しかなく、ぐずぐずしてはいられなかった。私は抜き足差し足で広間の方に進み、長いことかかってそっと扉を開けた。ほの暗くした広間の中ではピアノが続いて鳴っていた。私は階層の絨毯の上を静かに静かに横切って、やっとのことで向こうの扉に行き着いた。艦長は幸い気づかなかったようだ。ピアノに夢中になっているらしかった。その扉を抜けると、次の瞬間には私は夢中で図書室を走り過ぎ、中央はしごを駆け上がり、一番上にあるボートの格納庫に行き着いて、隙間から必死に潜り込んだ。コンセルとネットが急いで引っ張り込んでくれた。早く早く出したまえ。私は胸がドキドキしていた。今すぐ出します、ネットが言って、まず船とボート室との境の蓋を兼ねて用意しておいた鍵で閉めた。そしてボートと船を結びつけている締めネジを外そうとした。その時急に船の中から何かわからぬ叫び声が巻き起こった。しかもその叫び声は次第次第に高まってくる。どうしたというのか、私たちの脱走に気がついたのであろうか。ネットは手早く私に担当を渡した。よし、こうなったらもう潔く死のう。私は真っ暗の中でコンセルとネットの手をしっかりと握っていった。海底の国王だが、しかし艦員たちがそんなに大声を上げて騒いでいるのは、どうやら私たちの脱走のためではないらしいと思われてきた。耳を澄まし、息を殺して潜んでいる私たちのところに聞こえてくる、その船の中で繰り返し繰り返し叫ばれているのは、船乗りたちにとって最も恐ろしい言葉だったのだ。大渦だ、大渦だ、大渦。それは船員たちの騒ぎ出すのも無理のない、その時の私たちにとってこれほど恐ろしいものはない言葉であったのだ。というのは、この時船はノルウェーの近海の最も危険な場所へ来ていたのだ。この辺りには満潮と干潮との2度にわたって潮流が恐ろしい勢いで流れ、巨大な渦巻きを生ずること、そしてその中に巻き込まれたら最後、いかなる優秀船でもかつて助かった試しのない魔の渦巻きであるということは、私もかねてから聞き知っていたことであった。四方八方から押し寄せてくる巨大な波の間に作られるこの大渦巻きは、直径5キロに及ぶ凄まじさ。船はおろか、クジラでさえもその中に入ってしまったら、もういかにしても生きて出られたことはないのである。船乗りが何よりも恐れる魔の難所なのだ。ノーチラス号はいつの間にかその魔の大渦巻きに乗り入れてしまったのだ。渦巻きを作る潮流はぐるぐると回りながら、矢のようなスピードで突き進み、その海底に並んだ牙のような岩礁に衝突し、万雷の一時にとどろくようなものすごい大海音を発している。この大渦巻きに踏み込んだノーチラス号は、それから抜け出すために必死の努力を払っているらしかった。大鉄の管束はビリビリと震え、骨組みの光量はメリメリときしんでいた。あ、それでもなぼ自然の大渦巻きの猛威には勝てぬのだ。私たちの隠れ潜んでいるボートもろとも、目の回るようなスピードでぐるぐると回りつつ、次第にその渦巻きの中心に引き込まれていくのである。中心まで行ったが、最後そこに牙を向いている大岩礁の海底に叩きつけられ、おっぱみじんとなるのは決まりきっているのだ。ネットが私の耳元で何事かわめいた。それがなんだかわからないうちに、
ボートを船につけていたしめねじが切れ飛び、そのすごい音とともにボートは振り飛ばされるように海の上へ投げ出された。途端に私はしたたかに頭を打ちつけ、そのまま気を失ってしまったのだった。こうして海底旅行は終わったのである。恐ろしい死の大渦巻きからいかにして私たちの乗ったボートが脱出することができたかについては、私は残念ながら何も話すことができないのだ。正気づくと私は小さい島の漁師の小屋に寝かされていたのだ。ただコンセルとネットも無事であったことはこの上もない幸せと言っていいであろう。私たちは正気づくと同時にお互いに抱き合って、心から互いの無事を喜び合ったのだった。そこで親切な人たちにいたわられ、体の回復を待っている間に、私は心覚えに記しておいたノートを書き直した。いずれにせよ、この奇怪な旅行記を読んでくださった皆さんが、果たして信じてくださるかどうかはわからないけれど、しかしとにかく私たち3人が潜水艦ノーチラス号に乗って8万キロの航海をし、その間に今まで書き記したようなさまざまな不思議な珍しい出来事にぶつかったことだけは確かである。その後ノーチラス号は一体どうなったであろうか。あの魔の大渦巻きから果たして無事に逃れ出ることができたであろうか。艦長はまだ生きているであろうか。ああノーチラス号艦長、ついにその本名は名乗られず、また知る機会もなく別れてしまったけれど、あの異常部がみすみす大渦の底に倒れたとはどうしても思いたくはない。健在だ、きっと健在だ、私はそう固く信ずるのである。最近海に怪物の姿が現れないということから、指し物ノーチラス号も大渦巻きの底に砕かれてしまったのだという人もないではない。けれどもやはり私はノーチラス号は首尾よく大渦巻きを乗り切ったものと信じている。そしてあの最後の軍艦撃沈で復讐を遂げてしまったのだから、もう人目につくようなところに現れて世間を騒がすようなことはやめたのだと考えるのだ。ノーチラス号艦長は第二古国であるサンゴ樹茂る海底王国の国王となった今日も静かに暮らしているに違いないのだ。ジュール・ベルヌ原作、運の十座文、海底旅行、海底2万マイル、昭和43年、世界の名作第10巻より読み切り。